ボタンで66。おはようございます。ん？なんかおかしくね？大丈夫かな？チェック。こんばんは、お疲れ様です。5000ドルなりのを見に来ました。おはようございます。あ、日本人入ってきた。まあいいか。おはようございます。一日休んで配信ですね、今日。 SB3 号するとこれ開けちゃいましょう。これもで、ボタンでニポケ。こんばんは、こんばんは。体調どうですか？いや、全然大丈夫です。単純に僕夜も動いてて、それで昨日ね、まあほぼあれってこの80何度しかないけど、まあニッポケから2ペアの時点で結構強いんで、これはちょっと大きく打ちたいね。うん、体調いいですよ、おかげさまで。そうで、天城編余ってんだけど、なんか企画かん結局もう何したらいいか分かんなくて、買ったはいいんだけど、俺4万円分ぐらい買ったんですよ、コンビニで。だけど結局家に放置みたいな。で、俺使わないからさ、物買わないんだよね、全く。親父パパさん、日本人ですね。ちょっと日本人はね、ちょっとあんまり同卓したくないんだが、まあしゃあない、別に俺が悪いから。まあ今日も 100BB 勝てればいいよ。毎日 100BB 勝ったら、配信のたびに 100BB 勝ったら、120万ぐらいになるのか。まあ、毎日 100BB 勝つのは無理だけどな、さすがに。こんばんは、おはようございます。グッドモーニング。強いの来たな。マックス・マッテンソン、こんばんは。あ、オロさん、お久しぶりです。お久しぶりですとか、一日しかいてないけど。親父パパさんが 2BB オープンに対してボタン3ベッドですね。お、4ベッド
新速のフォーベット、めちゃくちゃ速かったフォーベットまでが、これ強いんじゃね。キングコングさん、ボタンのキングコングさん、国籍はオランダ、オランダの、オランダのオールイン、オランダタイヨン、きたきたー、1回ワンス、これはAシーズン有利だわ。いや、キャッシュアウトなんかしない方がいいよ、こんなの。一回一回一回、大丈夫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 。絞れ絞れ絞れ、うぃー、いいね、ジャパニーズ勝つのはいいよ。こんばんは、お疲れ様です。おはようございます。朝だね、俺にとっては朝なのよ。まあ今日ちょっとまったりやっていきましょうということで、なんか質問とかあればポーカーじゃなくても大丈夫ですマックス・マーティンがボタンから 2.2BB オープン。親父パパさんが悩んでダウン。まあジャッカチ、これスートなんでね、こうしましょう。でジャックが当たってバックドアフラッシュありと。まあこれはフロップオーリネよね。コンティニーションベッド打たれた私もオーリネと。まあコールでいいと思いますね、これは。キングが落ちちゃったんだが、バックドアフラッシュと。これヒットフラッシュドローになりましたね。ポットオーバー。ポットオーバー飛んできて。いや、まあこれ降りないんだよね、でも。フラッシュ引いてもチェックすると思う。ツーペア引いてもチェックすると思う。ブラフ結構残ってるんじゃないかなと俺は思ってるから。リバーはきついね、結構。3がきつい、どっちかって言ったら。まあこれでいいと思います。フラッシュとか2ペアは結構難しいんだけど、まあフラッシュ引いたらコールと。これは普通にスイベとしましょう。ヒー、まあしゃあない。親不孝テキラさん、お疲れ様です。強め、アグレッション高いんだよね、この。まあでもアグレッション高いやつにはね、フローアップ、まあボタンなんで 2.5BB と。あ、じゃあ 2.5BB だね。やっぱちょっと日本人いるとやりづらいな、やっぱ。もしかしたらタグ変えるかもしんないです。で、多分ね、このテーブルと大して美味しくないんで、ちょっと移動していいですかね。いいよね、まだ。あれ、なんか変なの来た。変なのとこ行っちゃった。中国、あ、これ続行続行チャイニーズ続行です。移動しようと思ったんですが、おい、移籍って何。あの
これか GG ポーカーとかでカモっていうか、まあ、カモって言ったらあれなんだけど、まあ、レクを見分ける方法はこれ390ドルで入ってるじゃん、これ見えると思うんだけど、強いやつで大体 100BB で入るんよ必ず。これ初心者やりがちなんだけど、これでセットするかもって言ってコールするかもしれないんだけど、これはねマイナス EV なんで降りましょう。ちゃんと4ポケっていやスケアカードいっぱいあるじゃん。ほらこれもうエースも6も9も負けてて、結局セットする確率ってすごい低いわけですよ。これ毎回コールしたら長い目で見てすごい負けるから捨てちゃっていい。まあまったり、お、いや、やっぱコールするスピードがもう迷いがないもんだって。中国人やっとタクついたか君がタクにつかないと始まらないよ。でこのオランダ人の人はね多分まともなんだよね。あ、なんかやってるチップくちゃくちゃしてる。やめてオランダ人、取らないでくれ頼む。やばい、これ多分チェックレンジに相当強いの入ってると思うんだよね。あれテンジャックテンパチ8当ててる、笑った。強すぎ、笑った。きっついもの。笑った。キング7スート BB が強くて、ちょっと広げ、ちょっと電磁広げたいんだけど、こっちが50か、まあでもやめましょうと。 BB 強いし、これは行くよ。お、来た。お前やめろよマジで。お前やろ。うるさんからな。まあ8ヒット、まあフロップは3分の1なんで、こうコールしましょう。お、トリップスイート。フラッシュドローにオッズが合うようにしたいから、ちっちゃくってやる。ふざけやがって、スチール面。コールドコール入ると、まあ、スリーベットするとさ、もう俺が降りたら取りやすいわけよ、ポットが。こう。ブラフしたいが、やめよう。チャイニーズは怒らせると怖いからやめよう。まあ今チャラぐらい、ちょっと勝ってんのかな。このパンダアイコンとぶつかりたい。このクジラとはぶつかりたくない、あまり。
A イコールするのか、もっと考えろよ、ちょっと、もうちょっと考えろよ。ちっちゃいコンテンションベッドですね。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れです。お疲れです。お疲れです。まあ、まったりやってきます。ちょっと。その僕も寝起きで。そんなテンション高くないんだけど。エースハイと。大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。で、今月本当になんか、あれないよ。まあ、僕夜も動いてるから。あれなのよ。不規則というか、全般調子いいんですよ。麻雀もポーカーもスロットも全部調子いいんですけど、ちょっと動きすぎたかもしれん。稼働しすぎ。調子良すぎて睡眠時間取れなかったやつですが、取れないですね。なんか3時間寝て、でまたちょっとしたら4時間寝てみたいな、そんな感じの生活なんで、ずっとまとまった睡眠が取れないと。こんばんは、お疲れ様です。お疲れっす。お疲れ様です。66気になったのですが、先生のパチスロの設定により時期に換算すると結構高いと思うんですけど、もうやらないのですか。いや正直多分麻雀とか仕事の方が期待値はあると思う、ぶっちゃけ。まあ、あんま書けないんだけどさ、ツイッターとかは。66コール、コールコールコール。いや、スロットって分散激しいじゃん、結構。これはコールだね。もうきつい、もうきつい。ターンはきつい。あ、チェック。6。6。いや、スロット結構ね、多分俺上手くて、マジでスロットけど分散すると思って、特にスマスロとかって今積もってもさ、スマスロって積もっても6積もってもさ、 AT 爆破させないと出ないわけ。もう仕様的に鏡は違うよ、バキとかブブブとかって。でバキの設定狙いはね、あんまおすすめしない。俺もうバキもうほぼ分かった、マジで。あのね、資産弱とかあんまいらなくて、今日の資産と、あと広角50ゲームストアとかめっちゃ多い。6をこれ解析出てないと思うけど、間違いないと思うんだよね。スタート50がマジで多い。あとは天国のハイエナがめちゃくちゃいいと思う。天国抜けたらバキってもう200、400、600しか当たんないんだけど、みんななんか一ゲームやめとかしてるんだけど、それ結構ね、期待値あるよ。普通に天国回すだけで期待値あるから、もう100、120ゲームとかで捨てればいいだけ。それで6以上の多分初当たり取れるから、バキは。あとメーター浜メーターが浜メーター点滅してると思うんだけど、もう3つ以上だったら絶対打った方がいい。でも天国抜けたら 100% やめた方がいい。もうそれだけ期待して取れる。もう6以上の初当たり取れるから絶対。こんばんは、お疲れ様です、ケンさん。はい。
ネコラブさん、お疲れ様です。で、最近ってか普通のスロットってもう設定狙いにあんま旨味ないと思ってて、俺出ないじゃん今のスロットって。着地キューパーとかあった頃はさ、まあ積もったら大体 4,5,000 枚出るなんて期待値。108% とか積もってもさ、結構きついんだよね、やっぱ。天ジャックスとカットオフ SB のチャイニーズコール、もうみんなスチールしに来るよこれ。ここはコールするから、もう許さんからな、マジで。俺インポジションだからな、忘れんなよマジで。きたA ポケ持っとけ、 A シーズとか A ポケ持っとけ。これはフロップからね、レイズしちゃっていいと思う。なぜかというと、まあガットとかね、 AK とか A スクイーンとか5のハート、もうこれフラッシュだったらしょうがないと思うんだよね俺。取られてもしゃあないから、ちっちゃく打つね。おー、危ねえ、ゴめちゃくちゃ危ねえ、ゴはオーバーペアにまくられる。エースとかクイーンとか、ちっちゃくってよかった、マジで。リバー5ペやってた、マジで危ねえ。あれさ、エーシーズとかクイーンズとかさ、おさ、まあいろいろあると思うんだけど、ただチェックレイズがすごい難しくて、エースクイーンのエースハートとか、AK のエースハートとかって、でも俺チェックレイズしないと思ってて、あんまり。だチェックレイズオールに来たら、俺まあどうしようかなと思ってたんで、まあ、もう後ろないから多分コールしちゃうんだけど、もうしょうがないと思って、SPR 的にね。SPR っていうのはポットとスタックの比率的にしゃあないと思ってコールすると思うんだけど、まあでもチェックやっぱぬるいよね。やっぱフリーカードあさりごとになるから、相手にアウトすごい多いなと思ってたから今。まあ何持ってたか知らないけど、でもコールするってことはさ、フロップでなんかあるじゃん。なんもなかったらさ、ガチでなんもなかったらガットだけ、ガットワンオーバーエースクイーン、ガット2オーバーとかか、もちろん残るものとして、なんかあるから、ね、絶対。ピンでかなりの確率で積もれているのですごいなと思っていたのですが、マージャンの方がさらに上を行ってましたが、いや、マージャンの期待値が多分、1回行くと、体感だけど、これはちょっと、まあでも分散するからすごく。でもね、もう何年もやってて、まあ一回行けば安定して多分3万円ないぐらいはあると思うんだよね。でもスロットで毎回3万円って出ないじゃん絶対。ただ今上振れてるだけだと思ってるから、その積もれなかった時って負けるじゃん、やっぱ。まあ、負けるっていうか、まあ別に勝つこともあるんだけど、鳴らしたらやっぱ麻雀の方が期待値あるんじゃないかなと思ってる。スロー3万は出ないと思う多分。まあでも自分の場合はそのもう長いから、麻雀とかポーカーとかスロットも全部長いから、自分が好きなこと、今これやりたいなってことをやってますね。割と来月はちょっと麻雀疲れたんで麻雀減らしました。やっぱ同じことずっとやってると、やっぱちょっとやっぱ飽きが来るっていうか、モチベーションが湧かないっていうか、
やっぱ脱線でやるとスコアも良くないっていうかね、ポーカーもね、何でもそうなんだけど、ダラダラやると時給下がる、やっぱ。お、何が何が何がってる大丈夫かよ相手強いぞ、大丈夫かよこれ。みんなチェック、やばい、打ち込まれるぞ、打ち込まれるぞ。秒コール、キング、うおお、いや、うまいじゃん、いいよ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 。エース4ハート、まあ開けましょう。あ、これです。どうしようかな、これコールはもう絶対コールするよね。もう ここコールド、コールは絶対コールするけど、フォーベット入ったらもう降りるよ。頼むぞ、235が一番いい、235、悪くないぞ。あ、これドングだったかもしれない、これドングだったかも。ちょっと待って、これめちゃくちゃ難しくなったシチュエーションが。まず両面だから降りることはないんだが、コールとコールでしょ。3ベッド、これまあコールだね。このでっかいチェックレイズとかはもう、でもでっかいチェックレイズできないと思う。何持ってんだろうな。難しそう。間はマジで難しそう、何持ってても。キングスとか持ってても。何やってんだよ、中国人てめえ。打つなよ、マジで。はぁ、ちょっと待って、これ何？後ろが？後ろいくら？152ドル。いや、降りれないでしょ、こんなの。ターンは無理、ターンは捨てる。だからオーバーペアで打てんのかって話だね。きちい、もうやめてよマジで、連れてかないでよ本当に。今のな、たどり着けたな、フロップチェックで回ってれば。だからドンク打てばよかったかな。ふざけんなよマジで。連れてかれたマジで、切れそうマジで。これはレイズレイズレイズ、クソチャイニーズがマジで。ほう、まあホラーチェックでいいかな。SI チェック、諦めることも大事。ああ、フロップダウンでよかったな。まあいいや、マジ連れてかれた、さっきの。ほんとにチャイナ消えたよマジで。まあ、しゃあないね。200、ん ?2900 だったな、部屋数のスタートが。500、700、100ドルぐらい負けになっちゃったよ。
でも何持ってたんだろうね、これ。スロ3万きついっすね。いや、きついきつい。例えばですか、積もったらあとは作業になると思うのですが、スロ打ちながらポーカーしたりしますか？あ、大体オンラインとかしながらやることが多かったっすね、昔はね。最近はでももう、どうだろう、やっぱハマってる時とか暇だからたまにポーカーいじったりしますけど、このだけやる意味あんのかね。なんかあんまり期待値出なそうだけど。ここ次第。これ弱くねえんだよな、なんとなく。これはさすがに移動しよっか。ちょっと移動しますね。すいません。あれ？ちょ何これ、ちょバグった、マジ、ちょっと勘弁してちょっと、バグったこっち、あれ見えてるよね。お疲れ様です。昔はね、よくね、あのまだマイジャグがよく出た頃、まだ枚数多かった頃とかのマイジャグ打ちながらよくポーカーやってたね。マイジャグって昔結構出たじゃん。まあ今も出ると思うんだけど、6は。だから6使う店が減った気がするんだけど、マイジャグ、マジで。ジャグラーマイジャグしか打たない。消えちゃいな、マジで道連れにされたよ。さっき自分はスローメインで設定もハイゲナもしますが、空いてる時間はポーカーで時給の底上げしたいので配信見て勉強させてもらっております。いいと思います。昔はよくやってました。マイジャグラー2よく打ちました。マイジャグ6出るからね。でも6かどうかなんて打ち切っても分かんなくね、結構。まあ分かるか、上振れたら分かるけど、まあ全とかじゃないと昔分かんなかったな。ジャグラー判別に時間かかるから、結局店との信用問題みたいになるから、出たからなんか6じゃとかじゃなくて、あれ出るから普通に4とかでも、4とか5とかでも上振れたら出るから普通に。だ判別で やっぱ一番いいのはスロットで、一番いいのは 119% で判別しやすいやつがいいよね。ラブでビッグ型より普通に出ます、出る普通に出る。当日のデータより根拠の方が大事そうですよね。まあ俺ですね、データとかより根拠派だから。僕がよく行く店はなんか台番とか日付とかでなんか結構細工してくれるんですよ。例えば11日だったら11番台絶対6とか鉄板とか。だから1番とか引いたらもう絶対6座れるわけ。
多分俺普通の人よりバキの6めっちゃ打ってると思うんだけど、バキの6は天国以外にいるときにいかに力みメーターで解除するかとハンマーメーターが大事だね。あれが展開だね。やっぱ簡単に20連しないから。でなんで6は20連っていうか AT あの強くらに繋がりやすいかって言ったら、その AT 開始の時大体20ゲームなんですよ普通。でも6はあれ最初50ゲームとか出てくるんだよね。これ絶対設定差あると思ってて俺そこに。あからさまに違うわけ。チャンスが違うやっぱ。でもそれ解析出てないけどね多分。初期ゲーム数が違う。まあブブブもそうじゃん、あの超引いた後の腹切りドライブの確率が全然違うのと一緒で、まあ結局6ないと出ないよスロットは。もう6しか出ない、6とハイエナしか出ない期待値なんか。もう4とかももう捨てた方がいいマジで。こんばんは、こんばんは。負けてるよ、100ドルぐらい。今日も500ドル貸したいんだが。46スート。10-4ダイヤ。ハンド入んねえな。まあ根拠ゲーですよね、スロットは。マジで。でもみんなマジでスマスロってあんま専業いないから結構狙い目よマジで。みんな嫌うんだよね。なんか別に機械割りある結構高いから俺は打った方がいいと思うんだけど、全然多分勝率低いからだと思うけど。119% 打った方がよくね。だって テンズ SB イコール、これチャイナだぞ。どうせ違う、香港2機、香港2機、ちっちゃく大きく打つ意味もあれなんで、まあ、SB コールね、だいたいさ、SB コールって2ポケ、4ポケとかさ、めっちゃ入ってくるよね、7ポケとか。あと他のペアとかもね。で、2が被って、これ2被ったりするじゃん。これってセットレンジがすごい狭まってんだよね。でも4ポケ、2ポケが除外されるから、これポットオーバー打ってもいいかもね。ポットオーバーを選択しましたね、これは。では33とか55とか66とかも含まれてると思ってるから、まあ、44もあるんだけどもちろん、まあポットオーバーにレイズは降りるかな。こんばんは。
スマスロは接点狙いするとき抽選勝てないと座れないです、はい、うん、まあ、でも接点狙いするんだったらもう鏡しかないですよ、はい、バキの接点狙いはおすすめしないです、はい、僕6座れることが多いから座るけど、あら、荒い荒いし、なんだかんだ 110% しかない、113とかあるんだっけ、あんまおすすめしない。キングジャックオーって個人的に全然使えないんですよ。ハンデとしては強いんですかね。まあそんな強くないけど、でも俺は UTG でも負けてます、はあ、キングジャックオフっすよね。負けてる負けてる。結構強、別に、はい、キングジャックオーはねストレートのイメージがあるね。キングジャックオーはまあでもスリーベッド、キングジャックオーを開けてだっかどっかからスリーベッドされてたら降りることが多いかな。やっぱスーテッドは違います。スーテッドは結構守れますよ。まあだからほとんどプリフローで降りることはない。スーテッドはね88カットオフで88オープンに 2.5BB オープンに香港人がどうするか、めっちゃ考えるよ。これはね、CB 打たない方がいいと思うね。チェック安定かな、これは。まあ、これガットショットがついた。これはいろんなドローも含まれていると思うんで、まあ、あとアウトもあるしね。まあ、コールしましょう。4-5 とか、まあ8-9は88ブロックしちゃってるから、まあバリューで飛んでくるのはまあジャックのワンペア、まあ10のワンペアも結構飛んできそうだね。エース10とかね、あとベッドサイズで決めると、これでかいんだよねベッドサイズが。これおかしいわけ。まあ2ペアとかさ、なんやこんなでかく打つのって思うんだよね俺は。まあまあいつもいいや、ちょっとこれしむか。エース10でそのサイズ選んだな、あなた。まあまあまあ、ちょっとやりすぎな気もするが、まあいいでしょう。舐めてんな。まあ多分フロップチェックやからエース10グッドでしょと思って大きく打ったんかな。カットオフオープン3ベット、なるほどですよ。私は UTG で引いた 50% くらいで降りちゃってて、いや6マックスは行った方がいいです。6人しかいないから多分それだと降りすぎかな。多分3ベット入ったら降りればいいし、早え。テンズキングス、今の天物は俺だったらもう降りる。少なくとも5ベッド俺には絶対解散。
あ、なんか怒ってる怒ってる。いや、お前が悪いんだろ。テンズね、コールすりゃいいと思うんだけど、これ。なんであんなでかくさ、112ドルに対してさ、500ドルのオールにしちゃうのか、もう理解不能だよ、俺に。いくら6マックスっつったってさ、シチュエーションの時に次に決まってんじゃん、なの。特に君相手に打ってるんだよ。自分を客観視できないね。200ドル負け。ちょっと広げてみっか。いけ。本当はダメだよ、これ開けちゃう。タコがいるから。よいしょ。もう麻雀打ちたくないよ、俺。マジで打ちたくねえ。単純にもう疲れた。いや、めっちゃ環境はいいしありがたいんだが、もうなんだろう、今配信とかさ、ポーカーとかさ、今月 JOPT とかももう死ぬほど稼働したし、もう麻雀疲れた、マジで。麻雀好き、マジで。猫ラブさん、でも俺より麻雀強い人あんまいないよ、本当に。自分で言うとこ自分で言うけど、あんまいないっすよ、多分。てかあんまってかいないと思う。でも麻雀ってその実力を測るのにすごい大変だから。もうすごい長いスパンで長期的に見なきゃいけないんだよね。まあ競技プロとかってやっぱなんだろう、すごい短期間で結果出さないといけないんだけど、いや今日疎開入ったばっかりだけど濃いな。濃い予想値ですか。自分ちょっと予想とかとはかけ離れててまた違うんですけど、全然わからんもん俺。そもそももう競馬も競艇も競輪も全くわからんもんだって。キングテンっつうと、まあ僕はポーカーとか麻雀とかそっちなんで、あとスロットぐらいしかできない。ポーカー麻雀スロットしかできない。10代の子はフリーでよく打って勉強代払いまくった思い出が、うん。今のフリージャンソーって還元すごいんですよ、昔と違って。今のフリージャンソーマジですごいよ、還元。普通にそのサラリーマンで麻雀強い人とかジャンソー遊びに来て多分金増えてる人いると思う、結構。本当にでも強くなきゃ無理だけどね。イベントがすごい、還元のイベントがすごく多いから今の時代。そうじゃないとお客さん来ないって流れになって、ものすごい額を還元してるからイベントで。麻雀さえ強かったら多分月10万ぐらいにはなんじゃね、仕事しながら。もちろん長期的に見てたけどね、1ヶ月とかじゃないよ。その
1年通してじゃあ今月30万買った今月10万負けたとかそんな繰り返してまあこう鳴らしてみて、まあ、月10万円ぐらい出ましたぐらいだったら多分結構普通にいると思う。麻雀のプロってポーカーやる人多いの？多いっすね。多分ゲーム性はちょっと似てて、麻雀もリーチ受けて押すか引くかとかあるじゃないですか。仕掛けに押すか引くかとか、その辺がちょっと似てるんだと思う。やっぱまあ一番大事なのは麻雀で押し引きっす。押すか引くかこれだけ。その次は多分仕掛け、泣くか泣かないかとか、そんなの。その次に大事なのがハイ効率とかだと思う。かなりリアル。麻雀のプロで有名な人でポーカーやる人はね、有名な人だと誰だろう。小倉さんとか、小倉隆さんとか、あとは麻雀プロ、麻雀プロ有名どころ、ポーカーやる人、小倉さんでしょ。小倉さんとあと堀内さんとかもそうだね、やるね。マカオで専業してたね、昔、コロナ前。スロイみたいに機械の期待値の上振れ下振れは全然耐えられるのですが、ポーカーにおいて上振れ下振れの判断が まだできなくて、正しいプレイができるようになりたいです。そうですね。そのこのゲームの厄介なところっていうのは、麻雀もそうなんだけど、上振れると勝つじゃん。そうすると俺強いんじゃねってなるじゃん、みんな誰しも人間って。これ当たり前だと思うんだけど、けどそれが上振れだったのか、本当に自分の実力があって勝ってるのかって分かんないじゃん、自分では。だって自分はだってそれがいい、このプレーがいいと思って自分でやってるんだから、自分では判断できるわけないと思うんだよね。ちゃんと毎月収支取ってそれと照らし合わせるぐらいしかないと思うんだけど、このゲームの厄介なところは、まあ、だからいいゲームなんだけどね。で、強い人も普通に弱い人に負けるわけじゃん、このゲームって。ついてないと。だからすごい現実的なことを言うと、みんな勘違いしてくれるわけですよ。まあでもポーカーも。あれ、俺やれるんじゃないかみたいな。だから俺はいいゲームだと思ってて、だからみんなやるから。まあ言わないけど、めっちゃ下手だなって思う人もめっちゃいるんだけど、でも別にそんなこと言ってもしょうがないじゃん。やってくれた方がいいから。言わないけど、まあいいゲームだよね。まあでも結局楽しんだ人が一番勝ち組ですよ。確かに完全実力世界ならここまで流行らないですよね。そうなの。だからいいゲームなの。でも完全実力世界ですよ、これは。例えば1日の勝ち負けで強いかどうかなんて絶対分かんないじゃん。これ1年間とかじゃないと分かんないと思ってて、まあ、だからいいゲームなんだけどね。1年も終始つけ続ける人ってなかなかいないから。まあだし、まあそういうことです。BB でキング手を守って10ヒットですね。トップヒット、まあ結構いいキッカーだと。こう
9はね、微妙だね。ジャッククイーンとかにはまくられちゃうからね。やめとくか。エース4するとこれ釣りビットしましょう。ライト3しましょう。まあ、4ベットには降りると。まあちっちゃくだね。まあキッカーめっちゃ弱いが、こっち側なんで、こっち側にナッツエンジンがものすごい多いと。まあ、こんなん絶対これなんか意味わかんないんだよね。これもこっち側にナッツレンジがすごい多いじゃん。これってエーシーズ、クイーンズ、テンズ、 これチェックエイズしちゃうとさ、まあ降りるんだけど、なんかもったいない気がするんだけどな。まあいいか。まあ2ペアとかだと思うけど、2ペアとかキングジャックとか、もうこんなんブラフ存在しないやん。だってこっちに、だってマジ手がこっちにめちゃくちゃ多くて、エーシーズとかテンズとかクイーンとかエースクイーンとか、そこに対してレイズするってもうブラフ存在しないわけよ。と思うけどね、俺は。何がチェックレイズに回るんだろうって思うけど、俺キングジャック持っててもコールするし、今の。やばい、今日マジで調子悪い。2100、500、2600、300ドル負け。今300ドル負け。まあ今までの、まあそれこそさっき言った話だけど、今日300ドル負けてるけど、まあね、それ負けるよ。いいタグじゃねえなこれ。お、来た。なんだ。お、なんだなんだなんだ。オランダ、オランダ、考えるオランダ。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。コール。嫌なフロップだが、ジャックス、クイーンズ、まあ、ちっちゃくだね、これも。ポジション。いや、一回これチェックしてみようかな、ちょっと。たまにトリックプレイ。ちょっと変わったライン取ります。これまあ当然降りないんだが、まあ、こうだね。ここでテンズ7ポケフラッシュしか負けてないんで、まあチェックは大きく打とうかな。わかりやすく大きく打ちましょう。これにオールインは降りると思う。バリ取れないわ。12ハート 2.5BB。
ノースライフル。いけ。坂さんどっちのゲームが好きなゲームのが好きなんですか。マージャンとポーカーですか。どっちが好きなんだろうね。定期的に波がある。マジでマージャンばっかりしてると、いやちょっともうマージャンいいってなるし、ポーカーばっかしてるとやっぱポーカーも、いやちょっとポーカーだなーってなっちゃうんだよね。やっぱりもう長いからさ、もう両方10年ぐらいやってる。まあじゃあマージャンもっとだ。マージャン全然もっとだ。マージャンなんか20年ぐらいやってると。ポーカーも10年ぐらいやってるし、やっぱそういうのはありますよ。ずっといつでも最高に楽しいみたいなのはないよ。さすがにない。いや好きだけどね。好きだけど、やっぱそういうのあるよ。毎日例えばスロプロみたいな人がスロット毎日やってたら多分スロット楽しくないと思うんだけど、それと一緒。さすがにめちゃくちゃ楽しいっていうのはもう終わっちゃった俺は。だから覚えたてはさ、やっぱめちゃくちゃ面白いと思うから、もうマジでひたすらやってたけど、もう今ないねそういうの。ジャックス UTGスチールかな。スチールだね。まあ、結構思ってるより地味なのよね。地味なゲームなんですよ。コールドコール、なんだ中国人。まあこれは UTG オープンにキングジャック結構スリーベットしたいんだが、ここはコールしとこう。後ろもいるし、ね、何よりポジションがないからちょっときついっていうのが大きい。ポジションないじゃん。結構スリーベットするんだけど、普通 UTG オープンなんで、でコールもいてポジションなくてって揃っちゃうと、やっぱコールしてフロップ見ようかなってなるよね。これチェックリーズ飛んできそう。めっちゃチェックリーズ飛んできそう。これ中国人のプレイヤー特徴があるんですか。あります。やっぱ弱い人が多いです傾向として。いや全員がそうって言ってるわけじゃないですよ。もう何これ、フラッシュ引いたんだけど、マジできつ。コーナーナースリーベット打って CB ターンターンダブルバレルリバーバコーンっていけたな。チェックリーズは良かったんじゃないの、キングコングさん。フロップあんな三々にポット取られていいの。ポーカーはトータル負けてまして、例えば先生みたいに自分が参加したハンドの解説など自分でできるかと思い返したときに、レイズ金額の根拠のなんとなくっていうのが多くて、まともに説でできないと気づきました。いやでもみんなそうだと思いますよ、と割と。割とそうだと思いますよ。ちゃんと全て説明できる人ってあんまいなくて、その説明する能力と自分でやる能力ってまた別で、まあこれ本当に麻雀もそうなんだけど、なんかめちゃくちゃ上手いんだけど説明は下手みたいな人もめっちゃ多いから。どちらかって言ったら、まあ、自分で言うけど俺もそっちのタイプで、
やるのができるんだけど、説明、僕言語化する能力がすごいない人もいるから、まあ俺もなんか微妙になんとなくでやってるとこもありますしね、やっぱり。お金だけ持ってるみたいな感じが、まあそれに近い、それに近いかな。ちょっと、いや全員がそうって言ってるわけじゃないんだが、あと気性が荒いイメージある。なんか中国ってなんかお金持ってるイメージあるんだよな、やっぱり。富裕層がポーカーをなんか社長連中が楽しんでるみたいなイメージがすごい俺の中では強い。またコールしてきたよ。君には、君何も降りないからチェックよ。君は何も降ろせない。エサイだよ。バリ打たれたよ。降りれん、降りれん。まあここがターゲットですね、多分今日の。今日のターゲットはここ。ここはちょっとなんだろう、なんとも言えない。まああんま。ここも微妙。これ黄色マークつけとく。ここはね、もう結構まともだから、割と、まあ、赤でいいと思う。ここはは未知数、わかんない。フロップは、S4、SB で開けて、フロップチェックと。結構チェックすることが多いですね、ここ。で、ここで、まあ、BMCB を打つと。大きめの BMCB を打つと。まあ、急。これ、バリュー取れるとこあんまないんで、まあ、でもエース単体ジャックがコールするかどうかとかね。あとはブラフ。でもブラフ打たないと思うんだよね。まあ普通にエース1本でバリ打つか。こっちがブラフに回してくるハンドとしては、まあ9点とか、あとコール、コールは勝ってんじゃね。あ、まあチョップか。まあジャック X とかもコールしてくれるかもしれないんで、1打ちましたけど、ボタンで3、6すると、まあこれ3ベットに降りるかな。でかいってサイズが。こんばんは、お疲れ様です。今日はなんかもう負けそうだな、今日は。まあ300ドル負け。勝てる気がしない、今日なんか。ついに、ついに俺も負けか。ついに負ける時が来た。ついに負けてしまうのがポーサーか。中国から回収しましょうとか言って。もう俺が今日浮上するのはもうこことぶつかって前段入るぐらいだよね。で500ドルプラスで、ね、今300ドル負けてるから800ドルスタック、じゃあ500ドルスタックして、てかまずスタック増やさないとな。前段取れねえから、マジで。前段取るにはここしかね、マジで。ここの脇が甘いから。
ライブポーカーとかその中国人の理論は適用する。そう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 。そうなの、そうなの。マジで激しいから。とんでもねえ、こんなのブラフ出てくることあんのかなっていうシチュエーションにちゃんと出てくるからとんでもないのが。嘘みたいな。まあそう考えると日本人ってポーカー強いよな、つか強くなったよね、マジで。だいぶ。こことここいつもぶつかってるね、なんか結構難しそう。3分の1リバーです。なんかやべえ、ちゃんと見てなかったけど UTG ってことは3ベッドボットなんじゃないかな。 UTG オープン3ベッドオールイン、オールイン、ナインズとキングスとフラッシュ、バチバチやり合ってんな、ここ2人。まあ安くないからね。各国のいろんな人が見てますよ。まず簡単なシチュエーション来ねえかな。ポーカーで勝つって楽じゃねえよ、マジで。ライブのがよっぽど楽だよ、これ。ライブポーカーとかマジでよっぽど楽だよ、勝つの、本当に。でも、そのライブポーカーで強いやつって、もう絶対オンライン経験者なんだよね、もう。ライブでもうバカみたいに勝つやつって、もうほぼオンラインだよ。もうオンラインで通用しないやつは、ライブで絶対勝たんて。だこういう GG ステークス5なんか 500NL とか 1000NL とかもう負けてないんだったら、もうライブ行ったら多分無双するから、マジで、マジで無双すると思うよ。だから このステークスを勝ち越すぐらいの実力があれば、どこの海外のカジノに行っても大体勝つと思う。そのぐらいレベルが高いんで、オンラインは。わざわざその各国、いろんな国の人がさ、いろんな国籍の人がこうやってるわけじゃん。もうレベル高いわけよ、当たり前に。だから、まあ、ここで勝ち越すのは楽じゃないと。本当に。相当強くないときついと思う、このステークスはね。もっと下は違うと思うよ、その100とか。もっと低い200とか100とかのステークスはもっと難易度低いと思うんだけど、このステークス勝ち越す人はもうどこに行っても勝つと思う、マジで。ライブだとオンラインよりも圧倒的に参加しちゃう。いや、それね、別に全然いいと思いますよ。なんでかって言ったら、ライブの方が反動、出てくる反動っていうか緩いわけ。アクションも緩いし、緩いの。その楽しんでる層がすごく多いから、オンラインはガチ勢がめちゃくちゃ多いんだけど、ライブはその楽しんでる層とかが多いから、あと普通にこう実際にその会ってやるわけじゃん。情報量が多い。ここは人の顔とか仕草とか見えないじゃん。何も見えんけど、ライブは見れるからさ。情報量が全然違う。あとこの言葉とかね。
結構分かっちゃう時あるから、いろいろあれこいつ弱いんじゃねとかさ。だからもう全然ライブが勝ちやすいですよ、それは当たり前に。カジノのポーカーって勝ち続けると出来になったりしますか？いや、それはないと思います。要はカジノ側は、要は利益っていうか手数料を取る仕事だから、別にそこのプレイヤーの勝ち負けに対しては関係ないんで。だから海外のポーカーとかって、その、まあ、普通はね、超ハイレートとかになったら分かんないけど、まあ、だからそういう不正とかもないわけだって。しても意味ないから、カジノ側は。だって別に何もほっとく、勝手にやらしておけば、で管理だけちゃんとしておけば、勝手にプレイヤー同士でやり合って、そこに手数料が発生するわけじゃん。でそれをもらっていく形だから、別に公平にもう綺麗にやった方がいいわけ。だから変なこと考えなくていいから。ポーカーの利益って一般的には 5% なんだよね。 5% 一般的には 5% です。 5% この 5% で、その 5% を取り続けてるだけでいいんで。だからやっぱそのレートが上がれば上がるほどそれは大きくなるよね、その 5% が。リビクインズ UTG オープン、UTG オープンにコールで SB がコール、ここは大きくスクイズしましょう。ラッキーセブンでいきます。いけ、ラッキーセブン。まあキングス、エーシーズ、AK ぐらいしかないんで。やりたかった。44ドルしか入んない。7落ちたらオールにしよう。ラッキーセブンだけに。あ、微妙だったかもこれ。まあいいか。ボタンオープン SB S5 スーと、まあこれは3ベットするかな、割と。ただ BB の4ベットが飛んできたら降りるかな。安いなぁ。負けてるとめちゃくちゃコールしたくなるね、これ。人間心理で。安すぎると、ポジションはない、4ベットされる、5って落ちないかな、スペードって。メモ、ちょっとたまにはラッキーしんかな、これで。あー、コールしちゃいそう。さよなら62ドル。いけ !5! まあ、CB 台と終わりだな、多分ほぼ。何にもない。絶望です。エースキングが結構含まれてると思うが。まあ無理だね、これは。普通にやめましょう。チェックフォールドしましょう。プリフロって捨てりゃいいんだけどな。約2倍の4ベッドですね、これ。何も下ろせない。ええ、さい、もうだいぶ勝って。レサイだよ。もうちょっとなんかね、フロップあれだったら。佐藤さん、チャンジャーをいただけるそうで。やっぱ4ベッドには捨てましょう。はい、の
500ドル負けになっちゃったよ。あ、じゃあ400ドル負けか。400ドル負けですね、今日。90BB 負け。いいとこなし。ついに負けだ。俺が負けるときは来た。9残り10分、残り10分で400ドル勝たなきゃいけない。もう終わりですもう俺は終わりです今日あれとタクーさんまともじゃない今日開始からやっぱまともよね。強くね、普通に当たり前なんだけど強えよ。やっぱり強いです。普通に相手がしっかりしすぎてて勝ちようがありません。これついてないと。キングクイーン。来たぞこれ。ここしかないぞ今日も。ここしかないぞ今日。レイツ。もうここしかないだろ。来た。ちっちゃく打ちましょうか。エースクイーンとかエースジャック持っててお願いだから。これ全体入れてやるまで。フロップちっちゃくてもリバーまでで入るから。お、悩んでる。何がイズって。嘘でしょ。ちょっと待って、俺待ってこれ。何これ。やられちゃうの俺。でも降りれないよこんなの。チャイニーズリーズ降りれない。フラッシュドロー6ポケ7ポケ。もう無理だってこんなの。クイーン。ターンチェックって何？ちょっと待って、めちゃ難しくねえかこれ。ターンチェックでしょ。エースクイーンだったら嘘もんだよね俺。これエース、エースジャックとか組まれてんじゃないのこれ。昇段するより打った方がいいんじゃねこれ。ちっちゃく打ってやろう。ちっちゃく打ってやろう。さすがに6ポケも7ポケも絶対打つと思う。ターンチェックレイズからで、これにチェックレイズ俺もコールし、もうコールする。あー、じゃあチェックか。チェックやった。ブラフさせるようなアクションとどっちがいいのかわからんかった今マジで。チェックしても打たなそうだよな。あからさまに強いもんな今俺。まあでも増えた。170ドル増えた。230ドル負けになりました。もう一発、ほいみほいみ、そう、ほいみほいみ。難しい、
うーん、難しいね。とかってやっぱチェックのがいいんかね。でフロップでレイズゾーンできるってさ、もうやっぱフラッシュドローとか8球とかいっぱいあると思うんだけど、はい、フロップでもう一回レイズ返しちゃうと、よくわかんないね。エースはあったのか。いや、エースはさすがにないと思う。エースあったらコールすると思う。だからエースをベッドにレイズに回さないと思うんだよね、俺は。俺はめちゃくちゃドローだと思ってるけど。だってターンチェックってさ、例えば相手が 6のセットとか7のセット持ったらさ、もうターン打たないわけがないと思うんだよね。だって向こうが6のセットとか7のセットだったら、こっちがフラッシュドローかもしれないし、エースもいっぱい含まれてるからポット膨らましたに決まってるんだよね。ってことはもうほぼドローなんだよね。じゃあなんでリバー打ったのって言われたら、やっちゃったよねチェックのが良かったかもしれない。でもチェックしても俺あのボードはブラフしてこないと思うんだ、クイーンペアは。おい、頼む頼む頼む、コールして頼む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 、マジで頼む頼む頼む。お、時間使ってる、頼む。よし、来た、バリュー取っちゃうよ。いいよ。お前マジやめろよ。チャチャ入れんなよ、お前。マジで。お前マジでチャチャ入れんなよ。何これ。クイーンやばいだろ。ちょっと待って、クイーンって難しくねえか。これスモールベッドか、もう一回。このチェックレーズうぜえな。スモールベッドでしょ。ここの方がわかりやすい。これブラファ存在しない。もういいって、これもう終わりだよ、これフラッシュ落ちてる。もういいって、マジで。お前マジちゃちゃ入れんな、マジで。まあ無理だよね、まあ、そりゃもうあれ色落ちたら勝ってねえわ、そりゃ。また300ドル負けになってしまった。300ドル負けなんで、前段入れたら300ドル勝ちになるね。前段頼む、マジこの間みたいにさ、 AAVSAK みたいのないかな。ついに負けちゃうよ俺今日。連勝街道だったのに。危ない思考危ないね、思考は危ないんだけど。あ、終わった、マジで。もう終わりです、これは。もう終わりです、マジで。チャイニーズドラゴンが何これ。今度またブラジルの鉄橋入っていたんだけど、これ赤マーク3人いるんだけど、無理じゃんこんなだけ。強いやつとやるのを見たいか、それとも終始にこだわって卓を。待って、これなんだこれ。大きくレイズしましょう、ジャックスなんで。コールドコールも入ってるしね。まあ、ここは無視していいとして、ここを下ろしたらもう降りるでしょ。でも降り出してもいいんだよ別に。ここで刺さって、こ
このタケマジで辛いよ、本当にマジ辛いよ。ちょっと辛すぎるな、これタケが。まあでももう配信あれか、もうあもうちょいで終わりだから一周ぐらいやるか。ここでもう移動するのがめんどくせえ。さすがにたまらず抜けたね。お、なんだ。恐ろしや入ってきたよ。恐ろしや。なんかもうめちゃくちゃついめちゃくちゃ幸運幸運を起きろ。ロシアやめろマジで、ロシアマジやめろ。ニドルよこせ。ああマジ明日くね、行きたくねーマジで。まあ、UTG ら辺で一回終わりますかね、今日は。ほぼ300ドル負けかな。ついに負けちまった。ついに負けてしまった。誰も座らんじゃん、やっぱり。そりゃそうだよな。だってこのタクだって、誰得だよってだけだもん、マジで。絶対座んねえよ、本当に、俺だったら。このパーカーくんだけわかんないんだけど、このパーカーくんだけわかんないよ。スウェーデンのパーカーくんだけわかんないんだけど、この3人はマジでまとも。変なことしないマジで。一回も変なこと変なの見てない。まあブラフも納得できるようなのだったし、ポットオーバー打ってくるし、チェックレーザー打ってくるし。これ出ないよ、ちょっと。もうよっぽどラッキーしなきゃ出ないと思う。なんでこれで一回ちょっと終わります。あ、これラストハンド。いけ、キングテン、ツーテッド。ロイヤル引け。ロイヤル引け。インポジションになったぞ。お、来た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 。ここだ。パーカーをサックするぞ、俺。このパーカー、ロシアのパーカー、ロシアじゃねえか。スウェーデンのパーカーをサックして、今日勝ちになるんや。ちょっと頼む。マジ頼む。
ストフラ。お、涼麺。いいよ涼麺。フラッシュとはならなかったが、涼麺がついたぞ。9がいい。9がいい。ちっちゃいコンディションベッド。まあジャックスもクイーンズもあるんで、A シーズンもね。フロップはコール安定ですね。9、9、チェック。フリーカードもらうか。どこ下ろすんだろうね、これでも。エースジャックもエースクイーンもエーシーズもキングスも AK も何も下ろせないと思うんだよね、これ。キュッキュッツモただフラッシュには負けてると。まあでもこれ大きく打つのがいいんじゃないかなと思います。レイズ返せるもんなら返してみろよ、マジで。来た。もう一周おかわり。もう一周。うわ、来た。じゃもう一周。戻るかもしれん。あと200ドル。あと200ドルや。UTG で終わります。まあ200ドル負けだったらいいんじゃないですか。まあ 20BB 負けってことでしょ、だって。20BB 負け。あ、じゃあ 20BB じゃねえよ。50?25 だから525。 40BB 負けか。 40BB 負け。 40BB はすぐでしょ、さすがに。まあでも負けは負けか。40BB は誤差です。まあ誤差だね。誤差。だからタクが軽えよマジで。あと2ハンドで 40BB なんか入んないかな。ダメだ、入らん。ただこの神茶がね、神茶が弱そう。マレーシア人、ポップベッドしか浮かねえ、このマレーシア人。ラストランド終わり。じゃあ今日ね、 40BB 負けでしたということでね、ついに負けちゃいましたが、また配信するんでお願いします。で今日なんか、そう、え、ちょっと待って、これ終わりなんだけど。お、ちょ待って、うわ終わった。ちょっと待った、ビビ払ったからもう一回やるわ。うお、すげえ。出来上がりました。いいなこれ。え、めちゃくちゃいいなこれ。これ映していいんですか。あ、いいですよ、もうツイッター嫌いだったんで。見えるかな。もうぼちぼちやっぱ来店が増える。
あ、これじゃないですか。いや、ここですね。あ、違ってる。いいな、このシール。ビックリマン、ビックリマンシールみたいなやつ。またキングテンダー。このパーカー君は作するぞ、俺は。あとこれはもう二度とね、あれなんですよ、量産されることのない初期の新宿疎開ステッカーです。すげえ激レアです。キングテンツイベットしてガットだね、ちっちゃく。お、いいぞ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 。うわ、積もってるんじゃん、ターン。ターン積もってんじゃん、マジで。パーカー君と相性いいぞ。スウェーデンパーカーと相性がいいぞ。みんな会いに来てくれればステッカーをね、ステッカーボックス作ってるから今。ステッカーみたいです、これ。いただきました。これ3人合わさったやつのなんかあれ欲しくないですか。欲しいっす。ビックリマンシールいいな、これ。俺もビックリマンシール欲しい。俺もビックリマンシール化したい、これ。結構簡単に作れるんですよ、そのイラストあれば。そうなんですか、キング4。行っちゃえ、もう行け、ほら。やめろマジで、やめろキングコング、マジでやめろ。パーカーと相性いいんだから、もうやめろよマジで。ブラジルやめろよマジで。やめろってマジで。やめて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 、降りて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 って降りてって。よし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 。お、またキング10。今日キング10だ。俺戻る可能性あるぞ、これ。来いよ来いよ来いよ。ラストアンド、本当にラストアンド。これどうやって抜けるんだ、これでいいか。じゃあお疲れ様です、今日負けました。140ドル負け、お疲れ様。140ドル負けです。お疲れ様でした。ストリームを終了、お疲れでした。また見てねー。